ノア・コリーナ2011のアカリナはニューヨーク在住の写真家2006年の後半にエブリデイと題したビデオをインターネット上で公開するや評判を呼び有名になったカリナは2000年の1月11日から自分自身の写真を毎日1枚ずつ撮ってきた彼が19歳の時だったビデオでは2006年7月31日まで撮られたすべての写真を 時系列に沿って素早く連続して見せていく。背景に流れるのは音楽家、カーリー・コマンドが演奏する自作のピアノ曲だ。初めから終まいまで切れ目なく続く画面では完璧な無表情を通すカリナの顔が一貫して中央に捉えられている。このビデオは最初少しの間、ビデオ共有サービスの微妙にアップロードされ、なんということもない反応を受けてしまった後、 2006年8月27日に YouTube にも投稿し直された。Everyday はケーブル TV 局 VH1 の番組 WebJunk20 のシーズン3の一編に取り上げられた。また2007年からタイムワーナー参加のインターネットサービスプロバイダであるロードランナー社の TV コマーシャルに使われている。加えて Everyday はニューヨークタイムズ誌で キース・シュナイダーによる2007年3月18日の記事にも取り上げられた。この記事では、エリゼ写真美術館、所在地、スイスのローザンヌのディレクター、ウィリアム・エイ・ユーイングの言葉が引用されている。ノアのビデオは普段知覚できるもの以上の現象世界を我々に差し出すが、彼自身が制作のために言ったこと自体は、ささやかなものだった。しかしどれほど多くの人々が、 この作品のわずかな時間に心動かすことか。顔、新しい肖像写真の著者でもあるユーイングは続ける。写真の歴史上、この作品に匹敵するものはない。2006年12月、カリナは自身の隣に著名人たちを拝して取り上げた21用の組写真をフリッカーに投稿した。彼は撮影のために、パリス・ヒルトンやランス・ベイス、デビッドハッセルホフ、ジェナ・ジェームソン、 ウィアード・アルヤンコビックなどに参加してもらっている。これは VH1 が仮名に依頼したもので、この年の少女優イベント VH1 ビッグインシックスはウォーズの舞台裏で撮らせたものだ。式がテレビ放映された際には、これらの写真がコマーシャル挿入の直前と直後にお披露目された。2007年5月までにエブルデイは YouTube で600万以上の閲覧を得て、 最多閲覧から41番目という高位置につけている。多くのパロディビデオが生み出され、肯定的、または否定的な見方からカリナの役柄を演じている。カリナのビデオ作品が YouTube に登場するほんの少し前、アーリーリーという女性の手によるほとんど同じ体裁で作られたもう一つのビデオ、メ、ガールテイクスピック、オブハーセルフエブリーデイフォースリーイヤーズが公開されていた。 リーのビデオの方は多大な人気を得ることはなかったので、彼女の作品を知るユーザーたちは、カリナが彼女の衝撃的な作品を盗んだのだと躍起になって主張した。だがリーが写真収集に費やしたのは3年足らずのことであり、事実上カリナの方が早く始めたのである。従って彼はコンセプトをコピーしたわけではない。おそらく単なる偶然の一致から、 彼らここで同じ企画に没頭してきたのだ。とはいえカリナはワシントンポスト紙のライターとのインタビューで D の作品に触発されたことから自身の写真をまとめ上げオンライン上に公表してみたのだと語っている。彼は自身のウェブサイトノアケエイブリデイ内の FAQ コーナーで制作の間他人が同じ企画を実行している可能性を自問したかという点に答えている。もちろん したよ。頭の中では、くっきりしたアイデアが出来上がっていて、企画に打ち込んでいた。3年以上続けたところで、他の人も同じことをしていて、それを公表しているのを見つけてしまった。で、彼は僕より前から始めていたんだ。彼、ジョナサン・ケラーに注目してくれ。立派なウェブサイトを作っていて、毎日自分を撮影する企画、ビデオ仮名は、リビング・マイ・ライフ・ファスタ8ヤー8 years of JK。 s エスデイリーフォートプロジェクト、ではものすごい修正をこしらえているんだが他にも本当に驚くほど変質的な写真の企画をこなしているんだ。多くのユーザーがエブリデイの背景音楽はフィリップ・グラスの眠っているトゥルーマンに一しく似通っているとコメントを残している。これは1998年の映画トゥルーマン賞に使われた楽曲だ。ありがとうございます。